こんにちは、沙織ありさです。異世界日本語学校へようこそ。ディクテーションをしましょう。なんて言っているのか聞き取って書いてみてね。2回言います。2回目はゆっくり話します。朝ごはんはいつも何を食べますか？朝ごはんはいつも何を食べますか？私はご飯と味噌汁と卵などをよく食べます。私はご飯とお味噌汁と卵などをよく食べます。和食は体にいいですよね。納豆は食べますか？和食は体にいいですよね。納豆は食べますか？たまに食べますが、あまり好きじゃないです。A さんは朝は何を食べますか？たまに食べますが、あまり好きじゃないです。A さんは朝は何を食べますか？私はパンと卵とヨーグルトをよく食べます。私はパンと卵とヨーグルトをよく食べます。ヨーグルトは美味しいですよね。私も時々食べますよ。ヨーグルトは美味しいですよね。私も時々食べますよ。ではどのぐらい聞き取れたのか確認していきましょう。朝ごはんはいつも何を食べますか？What do you usually eat for breakfast? 私はご飯とお味噌汁と卵などをよく食べます。I often eat rice, miso soup, and egg. 和食は体にいいですよね。納豆は食べますか？ Japanese food is good for your health, isn't it?Do you eat 納豆？たまに食べますが、あまり好きじゃないです。A さんは朝は何を食べますか？ I eat it sometimes, but I don't really like it. What do you eat for breakfast? 私はパンと卵とヨーグルトをよく食べます。I often eat bread, eggs,And yogurt. ヨーグルトは美味しいですよね。私も時々食べますよ。Yogurt is delicious, isn't it? I eat it sometimes too. いかがでしたか？よかったら時々練習してみてくださいね。What did you think? If you have time, please try practicing it.From time to time. 名詞は朝ごはん、ご飯、お味噌汁、卵、和食、体、納豆、朝、パン、ヨーグルト。動詞は食べる。形容詞はいい。好き、
おいしい。くしはいつもよく、たまに、あまり、時々になります。授業のお知らせ。授業ではより詳しい説明をしますよ。次の月曜日の12時半から行います。無料で参加できますので、よかったら遊びに来てくださいね。In class, I'll give detailed explanations. A class with the same content as this video will be held on next Monday from 12:30. It is free of charge, so please come and join us. ご覧いただきまして、誠にありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントなどお願いします。Thank you for watching. Please subscribe and thumbs up and comment if you like. See you in the next video. Bye bye. それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。